別れたいと思う。あちぇジャパンじゃねいやということでね、なんかまあいろんなものにね、こうスケジュールとか天気とかね邪魔されながらも、なんとかですね、今時間と時間の間を縫ってパンタイ、ねビーチへと、行こうというところです。本当はね、昨日金曜日金曜礼拝の直後にですね、行けるんじゃないかと思ったんですけど、すっごい雨でね、まあ泣く泣く行けませんでした。というかそもそもね、リジャルさんがね、まあ電話がないっていうのもあるけど、約束してもね、約束の時間にね来ないね、なんでね、昨日もね、実はねもう雨がザーザーの中でね、1時にパンタイだよっていうことでね、ホテルで待ってたんですけど来ない。まあ雨ザーザーでも行けるよなんて言ってたんですけど、まあ多分これじゃあ門脇は行かないだろうと諦めて、別の仕事してたのかもしれません。ということでね、今からまあパンタイランプ、夢のパンタイですよ。もうこの日をね、この日をいくら待ち焦がれたことか。でもね、物事ってね、あんまり期待感が高まるとね、がっかりしたりしますからね。さて、パンタイランプどんな感じなんでしょうか。行ってみましょう。違っても必ず分かり合える、分かりたいと思う。バンダーチェ、もう毎日雨が降ってます。なんでね、ベチャの雨仕様ということで、カバー、ポロが、まあね、ポロ第1弾がついてますけど、まあ、この他にね、全面にこうカバーが、ついて、結構ね、雨の日もね、快適に濡れずに行けるんですけど、まあ、やっぱりベチャといったらね、この、風を切る、オープンな感じがベチャの魅力ですので、カバーを取り外してもらいました。ということでね、やってきたランプビーチですが、12月に、来たビーチとはまるで打って変わって波が高い、ということでね、リジャラさんに聞いたらね、5月以降は波が高くなると。だからまあ12月とか1月がね、波がなくて穏やかで、海水浴にはもってこいなんだという話でした。波が高くてね、次から次へと押し寄せる、波にかぶりながら、本当にね、12月に来た時にはね、プカプカとね浮いてね、こういつまでも海の上で、漂っていられるっていうような感じだったね。まるでもう天国に来たようだったんですけどね。まあなかなか思った通りにならないもので、でもまあみんなね、結構たくさん人が来てるんですけど、泳ぐというよりは、まあ、ビーチを楽しんでるという人が多くて、
まあ、ビーチも人がいますけど、まあ、ほとんどの人はねこの海の家で、食事とかね食べ物とか飲み物を楽しみながら、まあ、ゆっくり時間を過ごすと、まあ、それが、まあ、ビーチの楽しみ方なんでしょうかね。日本だとね本当に短い期間しか海水浴できないというか海で楽しめないですけどね、ここ常夏の国アチェではもういつでも人が海にやってきて、まあ、津波があったねすごい海なわけですけども、海と親しんで海と共に生きているという感じです。離れてても違っても必ず分かり合える、分かりたい。